皆さんこんにちは、鉄坊でございます。いつもひま坊主チャンネルご覧くださいましてありがとうございます。さて、昨日この9月2日付で、JR 西日本が、在来線特急料金の見直しというプレスリリースを発表いたしまして、これはツイッターのトレンドでも上位に入ってたんでご覧になった方も多いと思うんですけれど、結構内容衝撃的ですよね。なんでちょっとこれは今日詳しく見ていきたいなと思います。はい、でちょっとまあ最後に自分なりの解説もちょっと加えていきたいなと思うんですけれど、はい、この在来線特急見直しですけど、なんでやるかっていうと、要するに、このプレスリリースにも書いてあります、コロナ禍の厳しい経営状況の長期化や、デジタル化の進展などの社会変容を踏まえ、在来線特急料金の一部見直しを実施しますということで、要するにコロナで厳しいのでお金がありません。そして、コロナが長期化して、どんどんリモートとかオンラインも進んでてみんな移動しなくなったので、在来線特急を、乗る人が少なくなったから値上げしますというような、要はそういうことでございます。で、具体的に何をやるのかということを一つずつ見ていきたいと思うんですが、まずは特急料金の統一ということで、B 特急料金を A 特急料金に統一いたします。で、B 特急料金と A 特急料金という、特急料金には実は高いのと安いのと2種類あります。で、それを全部安いのなくして全部高いのに統一しますということでございます。で、具体的にどれぐらい高くなるかというのは、このプレスリリースの一覧のところをちょっと切り取ってここに貼っておきたいと思いますけれど、50キロのところで100円上がりますね。それが401キロ以上とかになってくると430円ということで、もうこれの値段の1割以上になりますから、ざっくりや大体元の料金の1割ぐらいが上がるという感じ、大体そんなもんですね。大体それぐらい上がるっていう感じでございます。で、自由席料金というのはここから530円引いた料金、通常期であればそうなるんですけれど、この間私、なんだっけ、スーパーハクト、三宮から、鳥取方面に乗った時に、三宮駅で結構たくさんのお客さんが降りてきた、自由席からね降りてきたということで、こんなところで自由席乗る人いるんだみたいなことを私言ったら、視聴者の皆さんから、結構ですね、いや京都から三宮とかで座りたい人は特急料金払ってでも乗りますよみたいなことを、おっしゃっていただいて、そういうコメントをたくさんいただいて、そうなんかみたいな思ったんですけれど、今回のこの値上げっていうのはそれなんかの需要にまさに響いてくるようなもので、現在のところ1520円の530円引きだから、例えば京都から三宮までスーパーハクトに乗ったら自由席の料金で990円なんですね。で、この990円が値上げされると1200円になって210円の値上げということになりますので、結構大きいですよね。1000円を下回るか超えるかで感覚ってやっぱり違うってよく言われるじゃないですか。スーパーの値段じゃないですけど、大きな数字になるか、3桁なのか2桁なのか4桁なのか3桁なのか違うっていうことで、ですから990円が1200円っていうのは結構大きい。こうなってくるともう1割じゃなくてもう2割、もう2割ぐらいの値上げになってくるんで結構大きいですよね。なのでそういう都市間需要とかに微妙に響いてくるんじゃないかと思います。で、そもそも B 特急料金っていうのはそういうところに結構適用されてるんですよね。例えば、山陰本線とか舞鶴線、福知山線、万丹線、JR 京都線、JR 神戸線、大阪環状線、阪和線、関西空港線、紀伊国線みたいな感じで、ですから、具体的な列車名で言えば、七尾線走って、七尾線ちょっと別ですけどね、七尾線っていうのはそもそも距離がそんな長くないんで B 特急が使われてるっていうのもあるんですけれど、山陰線だったら京都から、そうですね、園部とか行くとかね、あとは福知山線だったら、大阪からもう新三田とか篠山口とか、あとは新大阪から和歌山とかね、この間ああいう時見た京都から三宮とか、そんなのもそうですけれど、こういった微妙な距離の、特急料金っていうところが値上げされるということで、結構ちょっとちょい乗りとか、通勤とかに使ってる方も多いと思うんで、結構この辺は響いてくるんじゃないかと思います。そしてここに書いてあるんですが、特急用定期券パスカルの特急料金相当額見直しということで、そういう定期券も当然一緒に値上げされるということでございます。はい、小さな違いかもしれない、小さくはないか、結構大きい違いですねこれも。はい、ということで値上げです。で、次に特定特急料金、これお得な特急料金というふうに、JR 西日本呼んでるんですけど、これもちょっといっぱいあるんで一覧ここに貼っておきますね。
はい、津幡から和倉の51キロ以上の区間ということで、まあ、津幡から和倉ってそもそも距離が短いんで、ここで50キロを超えるところの料金にもともとの今現在1520円という指定席等級料金を、適用するとさすがに高すぎるということで、ここはそもそも安くなってるね、1190円という安い料金が適用されてるんですが、これが、改定後、100円値上げされると、まあ、自由席もともに100円値上げされると。そして鳥取から出雲市、米子から益田というですね、この間の自由席特急料金、ここも山陰の横の動きですね、鳥取から、米子、松江、出雲市、益田というこの横のところですけど、ここも現在は距離にかかわらず1320円という自由席特急料金が設定されています。これが変更後は151キロ以上なのか150キロ以下なのかによって料金が変わって、それぞれ1560円と1800円に値上げされます。ここも自由席の方が、混んでるというのは話もあったんで、これによって自由席から指定席への転移が進むのかもしれません。そもそも今だんだんJR 西日本も指定自由席少なくなってきてるんで、自由席特急料金というのが近いうちになくなるのかもしれないですね。今どんどん指定席にしていってますんでね。はい。そして、四国方面ですね、岡山、小島、または同区間と JR 四国内にまたがる場合の50キロまでの自由席特急料金が、これが560円から760円に値上げされると。はい。続いて、博多から博多南ですね。ここは新幹線の車両だけど扱いは在来線になってますというところですが、特急料金100円が130円に値上げされます。そして、それに伴って通勤定期も、例えば1ヶ月だったら9780円が1万620円ということで、通勤、会社がお金出してくれてるのはあんま関係ないのかもしれないですけれど、特に博多博多南だったら他に使うルートがないんで、これ使うしかないからということで、他の安いルートとか言われたりしないのかもしれないですけれど、とはいえ、自分で払って乗ってらっしゃる方もたくさんいるでしょうから、そう考えると結構大きいですね。一月にするともう1000円ぐらいの値上げになるんで、わりかし大きい値上げですね。ただこの区間に関しましては、通学定期は見直しはしないと据え置くということで、学生さんには一定の配慮を見せております。はい。そして次が一番個人的にやっぱ大きかったのはこれですね。新幹線と在来線特急の乗り継ぎ割引の、全面廃止ですね。対象になるのは岡山駅から新下関駅での割引ということになりまして、で具体的に対象列車を挙げてみると、四国方面の全列車、渦潮とか潮風、南風、徳島とか高松、高知、松山といったところに行く列車、それから岡山出発ということになります。スーパー稲葉も対象になりますね。それから八雲、スーパー沖、こういったところが対象の列車になります。で結構この辺の列車を見てみると、料金調べたら、岡山から松山で指定席特急料金が2950円、高知までだと2730円、出雲市だと2950円ということで、在来線特急乗り継ぎ割引っていうのは、在来線の特急料金が半額になるということでございますんで、例えば岡山から松山だったら現状1475円でよかったものが2950円になるということで、結構これはでかいと思います。はい。で他のところも全部そう、ちょっと計算し忘れましたけど、スーパー沖なんか多分もっと大きいんじゃないですかね。新山口から出雲市とか行くとかなり大きくなっていくんじゃないですかね。ただそのルートだと場合によっては役も使った方が早いこともあるかもしれませんけれど、はい。でこれね、対象になる列車を見ていると、JR 西日本管内を走る列車で、JR 四国を除く他の鉄道会社との調整が不要なものが対象になっているんではないかということで、例えば新大阪出発の列車を対象にすると、新大阪駅っていうのは JR 東海のものなので、 JR 東海さんとの調整が必要になるから、ここはできなかった。 JR 四国と JR 西日本というのは、JR 四国の中でいこかが使えるとか、結構関係が深いので、ここは調整できたけど東海さんとはできなかったのかなっていうふうに思ったりとか、あとは白桃と稲葉のちょっとここはよくわからないんですね。スーパー稲葉が対象になってスーパー白桃が対象にならないところ、スーパー白桃は乗り継ぐとしたら姫路とかになるんで、姫路新大阪
っていうと京都っていうところになるんで、まあ、ですから多分そこじゃないかな。スーパー稲葉の場合は岡山でしか乗り継がないんで JR 東海との協議が不要でしたけれども、スーパーハクトの場合は京都や新大阪での乗り継ぎが発生する可能性がある。これが全部姫路しか乗り継ぎしないということであれば別ですけど、うん、ですからそういったところがあっておそらく岡山から新下関という感じになったんじゃないかと思います。はい、まあ、あと岡山新下関であることがミソというふうに書いてますけど、まあ、今お話したんだそういう理由じゃないかと思います。岡山になってるのは、で、あの小倉とか博多っていうのはそもそも九州ではもう以前から、特急乗り継ぎ割引はありません。なので、もともと東海道山陽新幹線の新横浜から新下関までの区間というのがこの在来線特急乗り継ぎの対象になってますから、ですからあの小倉とか博多が入ってないのはもともとないから入ってないだけです。もともと新幹線乗り継ぎ割引の対象になってません。はい、というような感じで、まあ、こういう感じで変更が行われるんですが、これいつからやるかというと2023年つまり来年の4月1日からスタートでございます。はい、4月1日、購入分からだから4月1日に乗っても、3月31日までに切符を買っておけば、うん、買っておけば、安くなります。ですから、まあ、指定席特急料金、あの1ヶ月前からね緑窓口を変えますから、ですから、ゴールデンウィーク最初の頃の特急料金はギリギリいけるかなっていうところでございますね。はい、3月までに、3月 末日までに、買っておきましょうということでございます。あ、違うわ、ごめんなさい、在来線特急料金はそうだけど乗り継ぎ割引は違います。乗り継ぎ割引は4月1日に乗る分からだから関係ないです。3月以前に買おうが関係ないです。在来線乗り継ぎ割引はもう4月1日以降に乗る分だったらもうすでに、高い料金になります。だからゴールデンウィークも関係ないです。すいません、間違ってました。ここまでこの最初の2つは4月、3月までに買っておけば大丈夫ですけど、こっから下のところ乗り継ぎ割引に関しましては乗車分からになります。はい、さて、でですね、ここに書いて、他にもあのプレスリリースに書いてあるのがその他詳細は後日発表って書いてあるんですけど、その他詳細というのはもうほぼこれで全容が分かっているので、あんまもうこれ以上の詳細はない。まあ、強いて言いやどの列車がどうなりますよっていうことがもうちょっと細かく出てくるのかなっていうところでございますが、はい、であと一番下に書いてあるのが、いいご予約では、便利なお得な商品もご用意してます、詳細は決まり次第 お知らせしますみたいなことが書いてあって、まあ、ネット販売を推奨で、さらにネット割引が追加されるんじゃないかなというふうにような感じですね、これを見ると。ですから要するにもう別にこれに限ったことじゃないですけど、前からもうとにかく、窓口で買わないでみんなネットで買わせようと。ネットで買わせれば窓口をどんどん減らせるし、極端な話みんなネットで買ってくれれば、券売機の不要、券売機だってそのうち不要になる、切符自体がなくなる、スマホで乗れるような、改札を通るときも、まあ、要はIC カードタップするみたいにスマホをタップして特急も乗れるみたいなことが、まあ、多分将来、まあ、実際の、ね、航空券とかそれに近いことになってるじゃないですか。ですから同じようなことになってくるんじゃない、なってくるというか なろうと思ってるんですね、 JR 各社は。ただ JR の場合はどうしてもJR6 社ってありますけど、これも別の会社なんで、一つの JR というふうになってますけど別の会社なんですけど、それでもやっぱり密接なつながりがあるもんですから、なかなかそこがですね、そういう JR をまたぐとかということになってくると調整がややこしいから進めづらいという部分はありますが、まあ、いずれにしても自社の中で自社管内でできるものはどんどん省力を図ってネット販売比率を高めて、どん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 ですね、JR 東日本の人員削減じゃないですけれど、鉄道関係の人員を削減して、まあ、うまくいけば他の、ね、鉄道外事業のところが伸びているところがあるんで、そこにどんどん、まあ、選択と集中みたいなもんですねというのをやっていこうということではないかと思います。ですから、まあ、特急料金見直しというのはもちろんそういうコロナで厳しいとか、移動需要が少なくなっているとかっていうことはあるんですけれど、まあ、それとともにどんどん省力化を図っていって、いいご予約を中心とした、そういった JR 西日本が持っているオンラインシステムへの、誘客をしているということだと思います。はい、ということで、本日は JR 西日本在来線特急見直しについてお話をさせていただきました。ご視聴どうもありがとうございました。
今日は、どうでもいいお話というか、ちょっとね、お知らせでございます。まあ、これは主にこのひま坊主チャンネルをご覧になっている方に、まあ、お知らせ、まあ、後でツイッターでも言おうかなと思うんですけれど、今までずっとひま坊主チャンネルって毎日配信してきたんですけど、ちょっとこれ毎日にこだわらず、基本は、鉄坊主が出ない日にひま坊主を出す。ただ今回みたいなこういうプレスリリースが出て、これはすぐに言った方がいいなと思ったことに関しては、1日2本出すというようなこともあるかもしれませんが、基本的には暇と鉄で必ず毎日どっちかに1本が出てるっていう状態にしようかなと思ってます。で、まあ、これは前からちょっと多すぎるっていう、まあ、ご意見もあって、とはいえ、まあ、私は毎日出した方が私としては収益が上がるというようなこともあってやってたんですけど、先月8月って結構出さない日が多かったんですよね。で、まあ、もちろん収益は下がってはいるんですけれど、そんなにめちゃくちゃ下がったかっていうと、下がったかな、通常の2割ぐらい下がったかな。で、鉄に関してはあまり出せなかった、で、暇に関してはなんとか出そうとしたけど、暇でも結構空く日があったし、キャンプに行って出せなかったとか、結構な頻度で出さなかったんですけど、なのでもうちょっと落としても頻度を落としても、まあ、皆さんも毎日毎日いっぱい見るの大変かなというような気もしますし、それぐらいのペースの方がいいのかなと思って、一旦そういう感じでやっていこうかなと思っております。はい。で、そうですね、あとね、ひま坊主チャンネルが、当時のなんかダラダラした動画と全然違う感じになっちゃってて、まあ、それはもう皆さんからも言ってて、もうすでにこれがもうひま坊主の今はもう鉄は顔をあんまり出さない、ひまは顔を出して、こうやって私が、今最近ホワイトボード使ってやってるんですけど、こういう感じでやるっていうことになってるんですけど、ひま坊主チャンネルは、私の主観で適当なこと喋りますみたいなことになったんですけど、とはいえですね、登録者もおかげさまで1万4000人にご登録いただいております。1万4000人以上ですね。もうすぐ1万5000とかいっちゃうんじゃないかと思うんですけど、そういう風になってきて、で、言ってることにそれなりの責任を持たなきゃいけなくなってきたんで、あんまいい加減なことも言えないなと、とはいえ主観をかなりぶち込んで喋ってはいるんですけれど、一応こういうの書くときもそこそこ調べて書いてるんで、鉄坊主ほどではないにせよ、それなりに手をかけて、正しいことを喋ろうというふうに心がけているんで、あんまりこっちもいい加減にやっちゃいけないなということもあって、ここももう少し時間をかけてきちっとした方がいいのかな。だんだん本当暇坊主じゃなくなってきてるけど、それはいいとして、このスタイルがいいっていう方もね、顔見えてこっちがいいっておっしゃってる方、暇の方が好きだっておっしゃってる方も結構いるんで、暇で今これでご好評いただいて、登録者の方もたくさんいただいてるということで、このスタイルを維持していきたいなと。で、最後にこういう今日はどうでもいい話じゃないですけど、最後に私のもう本当に独り言みたいなところを話して、どうでもいい話はどうでもいいというか、本来の暇のニーズはそこで汲み取ろうと思ってるんですけど、それだけじゃさすがに視聴率は伸びないし、最後のとこだけ見ないっていう人もいっぱいいると思うんで、ですからそういう感じで、今後やっていこうかなと思っております。で、あとライブ配信も、させていただくと、やはりですね、たくさんの方に、来ていただきまして、で、なおかつですね、結構2時間経ってもやめないでくれっていうようなご意見を たくさんいただいて、なんかやるたんびに時間が伸びていってるような気がするんで、ですから、この、ライブ配信も、2時間っていうところをもう目安にして一旦終わりにする。で、代わりに、月に2回にしようかなと思っております。で、もともと第3でやってたんですけど、第3の、土曜日でやってたんですけど、次に2回すると、第1だともうこれもう第1になっちゃってるんで、今週はできないんで、今月はちょっと今月から、第2の週末と第4の週末の、第2土曜日第4土曜日のそれぞれ日本時間の夜10時からスタートして、2時間というところで一旦切らせていただこうかなと思ってます。もちろん話が盛
盛り上がればそれは2時間ちょっと超えたりすることもあるんですけど、一応まあ2時間というところね、続けてほしいっていう方もいらっしゃるし、眠いけど続けるんならもうちょっと見ようかなみたいな感じで見るような方もいて、負担になってる方も、寝たいんだけど続けるならっていうような方もいらっしゃると思うんで、時間はちょっと切った方がいいのかなと、申し訳ありませんがここで退出させていただきます、失礼してさせていただきますみたいなコメントも時々いただくんで、そういった方にしてみると見たいけどね長すぎるからっていうのもあるから、時間をやっぱ区切った方がいいのかなと思いまして、ですからライブ配信に関しまして一応2時間、夜の10時から、24時までの、2時間というか、あんま盛り上がらなきゃ1時間で終わることもあるかもしれませんけど、最長で一応2時間というところで区切らせていただこうかなと思ってます。ぶっちゃけた話、私は別に3時間でも4時間でも喋ろうと思えば喋れるんですけれど、あんまり長くなるのもあれなので、一応そういう感じで、方向性を決めておきたいなと思います。ですから今後は鉄か暇か、鉄はこれまで通りだいたい週3回ぐらいアップを目標にして頑張ります。で、日本で取ってきたものがまだたくさんあって、なおかつそうだな、ネタはいっぱいあるんですね。それ以外にもね、成田をなんか伏線化する話とか、ああいうのもちょっとちゃんとやりたいなと思うんですけど、日本で取ってきたやつをちょっと先に出した方がいいのかなと思って、そっちを今なるべく早く出すように今してるんですが、そういった感じで続けていきたいなと思っております。ということで、今日はちょっとどうでもいい話というよりも業務報告でございましたが、もし何かご意見等ございましたら、今日の動画の内容じゃなくて、ここの話についてのご意見とかもありましたらコメント欄にお書きくださればよろしいかと思います。皆さん優しいんでね、私の好きなようにやっていいですよっておっしゃってる方が大半なんですけど、それでもやっぱり暇は毎日出せっていう、毎日見たいぞっていう方も、鉄は出さなくてもいいから暇を出せとかっていう方ももしかしたらいるのかもしれないんですけど、皆さんの、忌憚のないご意見をお聞かせくださればと思います。ということで、ご視聴どうもありがとうございました。さよなら。